GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットスタッフがお送りする GM チャンネル、今回担当するのは我が怒りの豪華を焼き尽くせ、ゴエモンです。燃やしてくれ、ヤバラマンです。はい、ということでお願いします。ご無沙汰しておりますね。久しぶりですね。この感じね。はい、まあコラボが多かったから、そうね、うん、ボイスを入れてのっていうのがありまして、はい、今回はですね、うん、ついに超絶系まさか2週目でございます。おー、来ましたよ。ついにもクソないんですけど、いやもうついにやで、我々からするとついにですね、うん、いや来ました。アシュラに挑んでいきたいと、はい、いうことでございます。サクッと勝ちましょう。はいはい、ということでやってまいりました。はい、今回もね、ゴエモン2が持っているキャラクターであればゴエモン端末、ヤマダモン端末も使っていいということで、はい、頑張りましょう。もう最適性いこう、いきましょう。まあそうね、あの我ら動画の中では、うん、超絶最適性、そうもうだってこれいいひんかいけへんかった時点で、うん、もう積むもん実際。そうね、実際積んじゃうから、あの次回なんかコラボとか、うん、そういうので降臨系でなんか来ないと結構厳しいよな。結構厳しい。ドラえもんギリいけるかなぐらいの、そう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 、そのレベルですか。はい、じゃあ行きましょう。はい、これ問題点は何かあんの？問題点、このアシュラを倒すためにこれは絶対しておきたいみたいな。いや特に、特にというか、うん、まあ、一番の問題点としてはゲージをミスるなって。ああ、もうそれさえ頑張ればいけるよっていう。あとは優先は友情出しながら、ここはもう友情バッツバツ出していくが全てです。もうそれで完成しますよぐらいの、うん、てかさ、はい、俺ヤマダマンとかさ、アシュラ久しぶりっつってたじゃん。はいはいはい、俺も確か玉露でしかほぼ回らないからさ。いや、アシュラだってさ今更いかへんもんな。そう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 、なんか運極も別にさ、うん、なんかそんな超強ってわけじゃねえからさ、アバロンの頑張んないんだよ、ね、そう素材ぐらいそうそうそう、いくとしても。はいはい、アバロンと今回でアルカディアとかね。ああそうね。どうした、えありがとう今、ありがとうね。でね、アグニがこれちょっと危ないじゃ危ないんで。なるほど、アグニも倒しときたいんで。だからさ、上に普段ね、ラファエルとか、もうダルタニアンとか使っちゃったりするとさ、あもう溶けるんよね、そう友情で勝手に溶けてっちゃうからね。はいはい、あの位置がやばいと、アグニの。そうね、っていうか、今思った HP 低っ。お前ね、7万7万4000山滝に当たらないスタイル、当たらないスタイルやったね当たってください、当たってほしかったスタイル、うん、当たってほしかったよ今の、当たってほしかったスタイルやったね。そりゃそうでしょう、もう全然当たらなくていいかなスタイルやったんけど、ダメでしょうよ、ダメなパターンね。てかこれもダメだ。はい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 、これはもうハート取るとかで、これね、あれやねんな、ボーミングで倒すんじゃねえかな。このさ、重力引っかかんのよね、ブロックブロックでもね、うん、そのブロックがしっかりこういう風に出てきたのってやっぱアシュラが最初なんじゃないかな。あ、そうなんやね。あ、お兄ちゃんいっぱいいるよ。で、ここはい、なんか今更アシュラの解説してもどうかって言われるかもしれないけどさ、うん、これね、最初は遠ざかっていくべきですね、はい、最初はね、この四角に入ったらあかんよってことね、最初の方は。そうね、最初の方は貫通やからな、上にいればいいよ。そう、とりあえず、まあ、なんか起きたんだから立て感したい気分でもあるけどね。まあまあ、うん、まずは鬼を倒しましょう。そうね、とりあえずは、うん、いやー、このキラーマーク見るとちょっと嬉しいな。そうね、あ、タケル先生が近づいちゃった、近づいちゃったね、はい、これ HP 低いの怖えな、ちょっと怖いよな、うん、下どっち攻めた方がいいの。でもそうだね、どっちかな、入れんのかな、入れた、オッケー、よし、とりあえずこれですね。これね、ここの真ん中いたらやばかったよって。ジャキジャキジャキってやられるわけですね、はいはいはい、さあ、もう攻めてっていいんで、はいはいはい、攻めたいんですけど、そ、重力バリア結構邪魔やな、これ。そうなんだよね、全員かかるよ、今、俺ら。おぉ、入れないスタイル、入れないスタイル、仕方ないスタイルで、はい、さあ、燃えてます、地面が燃えてます。まあ、彼パワーアップしてるんで、中じゃ切っていってもいいんじゃない。ちょっと、突っ切っていこうか。そうね、で、もう鬼はライブ来ないんで。おっそっ、うわー、ちょっと、なんかちょっともうちょっと行きたかったな、今、うん、あとちょっとやったのに。遅かったね、今の。はい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 、キラー乗るんでね、乗りますね、強いですけれども、ちょっとあの、HP が低いのが何よりも怖いっていうのがありますね。
ちょっとどういこうかな、下入ってからの方がいいんかな。本当は白全く覚えてないんだけどさ、即死ってあったかなっていうのがあるあったんちゃう。俺なんかあった気がするんだけど、なかったっけ。全然覚えてないのよ、それがまた怖すぎやろ。全然覚えてないのよ、なかったっけ。なんかてか7万4千しかないからさ、マックスが。そうなんだよ、即死なかったとしてもやられそうな気が。おお、どうした、リタイアか。間違えた、びっくりした。今諦め早いなと思ったよ。これさ、いけるね。横で横でいきましょうか。山竹さん当たらなくてよかったってこと。ああ当たりたいですね、確かに。当たりたいっちゃ当たりたいよな。そうね、そう でも確かにそのそれパワーアップしてるもんね。そう、何よりもね。これで戻って入りたいけどな。そうね、入れるならこっちかな。これね、あのかといって重力バリア入れへんって。入った、よし、入れらんない、ね、いいんじゃない。ナイス、よしよし。重力バリア入れちゃうと、うん、ダメをめっちゃ痛いんだよね。そういうことね。そう、ダブルアビリティやったらいいけどってことね。そう、だから当時ベルダンディとか強かったよねっていう。あー最高。でも山竹かな、とりあえずは。うん、はいはいはい。でもう今回だって山竹先生の友情を、そう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 、極力生かしていこうよっていう、そういうスタイルですね。そういうスタイルですね、はい、はいはいはい。でまあまあまあカンカンしていただいて全然構いません。もうここは普通に、はいはいはい、構いません構いません、素晴らしいんじゃないでしょう、はい、とりあえず、はい、てかザコを減らさないと多分とんでもないことになる、危ないことになると。さあさあ、倒せるところから綺麗に倒していきましょうと。そうですね、はいはいはい、そこ感化したいね、できれば。素晴らしい、あ、抜けた、抜けた、はいはいはい。いや、山竹先生に当たりたい。そうね、当たれば倒せそうやけど、このローラーに引っかからへんこと。まあまあまあ、ローラーも大丈夫。こういう時ってまださ優しくてさ、はいはい、この今の超絶とか爆絶ってさ、うん、真横にしか出てくんないとかさ、そこずっと往復しても意味ないねんっていうね。そこを見させてくれんなよっていう、はいはいはい、難しくなってるよね。そう、おお、激しくた、あえてミスるスタイルね、うん、あえてではないけど、ダメージオールが出てへんからあえてミスるスタイル、あの緊張しないスタイル、あドキドキやで、ほんま絶対やめる、ダメなやつやね、それね絶対危ない、絶対で、なんでゲージ見せたか教えてよっか、画面見てたの。そういうことね、いっちゃんやばいですよし、オッケー。そう、これモニターは俺ら見てやってしまったら、そう、一番やばいよね。そう、一番怖いんな、それでゲージ結構外すから。そうなんだよ。でね、ここが多分結構難関、縦が邪魔やね、やっぱり。そう、はいはい。で、近くにこう行っていれば山竹がどっちもレーザー当たるからいいんだよ。そういうことね。ここは普通に2人に当たりたい、山竹当たりたいよ、ね、どっち、近い方に当たりたいよな。2体多分スピード足りひんやろこれ。それか横で行けばこう2体いけるかな、これ。いけそうだけどね、いけないかな。いった、よし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 、悪くない悪くない、はい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 、いいんじゃないでしょうか。そう、何よりもかによりも、うん、あ、ちょっとどうしよう、これも2体当てたいな、ね、でもそうやな、そう、そうやな、そうやね、そうやね、それがいい角度じゃないでしょうか。いや、おー、なるほど、ザコの方にいったか。そうで、そのシールドに食われる、うん、そのパターン ねそのせっかくのレーザーが、はいはい、これも山竹与えたよね。そうだね、横で考えちゃえばちょっと下がりながら、そうそうそう、いいんじゃないでしょうか。で、確か俺も、あ、そうそう、あの今もう山竹超いい角度なんだけど、うん、ここ入れるよねっていう。あ、そういうことね。パコーンっていけ、弱点来てくれたら最高やからね。いけんちゃうはず。 OK、ナイスナイス、素晴らしい。はい、プルプルドン、プルプルドンです。はい、さあ来ました、順調ですね、今のところいいね。まあダメージは食らってますけれども、ほんまやね。何よりもね、あの HP が低いっていうところが疑問ですけど、7万4千か、はい。で、今回の場合は近づくなっていう、はい、上に逃げる、まあ、そうですね、最初は上に逃げたいスタイル。ただ山竹当たったら上に逃げれへんよな、これ。そうなんだ。ってことはもう、ただし真上っていうのもなかなかね、どこまで逃げたいかやねんな。上いけるかな、これ。いやー、ちょっとね、怪しいよね、ちょっと怪しいよな。あの、普段だったら別にかっ飛ばして終わりやから。そうだね。うん、これで上がっていけるかな。なんか回って山竹の方が出てきそうな気がするんな。だから真横でいいんじゃない。真横で山竹行って、うん、で、あー、わからんな、ちょっと行くよ。じゃあ真横で、うわ、まあでもそこなら耐えられる気がするんだよね。で、スピードダウンするんだよね、うんうんうん、で、こっからが多分勝負。
それは縦缶でもいいかもしれん。剣もあるしね。でこれさ戻ってこれっかな、このこいつの超ノロノロで。いやギリ、うわ賭けやなこれ。スピードを見るっていうので、オッケー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 、戻ったね。まだか。これね、当初アシュラが出た時マジで嫌だったのが、うん、この位置を調査しなきゃいけないみたいな、はいはいはい、調節ゲーねだったんだよね。これだって縦勘しかないよな。ないよな。じゃなかったら行っちゃうもんな、うん、いや怖いな。でも縦勘でもてかおっそおっそいな。もうでこのせいで、はいはいはい、あの山竹が、うん、なんだろうな、しっかりこのシールドに向かっちゃうんだよね、レーザーが。それがまた嫌なのよ ね。近いからね、やっぱり。いけるか。よし、とりあえず、とりあえず、オッケーオッケー。そろそろか。しょい。はいはい。これが痛いんですね。7000、7000。まあ、とりあえず抜けましたけれども。あー。山竹かな。下半身、こう V 字で上がってくる。そうね、上がれっか分からんけど。スピード足りるかな。そう、今ダウンしてるもんな、ダウンしてるんよ。だから次の起きたは行ってくれ。うわ行かないね。ちょっと打つかな。打ってもいいと思う。ダウンしアップしてんのか。反射だよね、確か。反射になる、反射になるんで、ね、これ下にこう。そうやね。あ、やばいやばいやばい、ゲージ見えね。変なところ指置いてしまったパターン。そうそうそう、パターンあるある。さあ行け。おお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 お、火でジュージューしてる。うー燃えてる。怖っ、危なっ。山竹打つか。山竹 SS だな。打つなこれ、うん、で、ハート取って。そうね、ハート取って。えぐジュ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 っつったね。そう、しかも下くぐってくれっかなと思ったらくぐってくるの結構大変。これでこっちよね。オッケー。やっぱ縦に座れるよな。まあね、戻っていったね。うん、縦に座れちゃうけど。さあ、はいはい、燃えてる。このジュッチュ結構こんな痛いんだ。結構刺さる。どうすっかな。ここハマりさっき SS ちゃう。 SS で縦缶もう使っちゃう系。いや、まあまあまだ次溜まることを信じて使っちゃう系。いやまあ任すわ。どっちがいいの。確かに使ってもいいのかもしれないけど、ヤマダマンの起きたをカンカンして、うん、あーそうね、そのパターンでもいけるかもしれない。そっちの方がいいかな。こいつは縦でこう、うん、下に潜る。まあ潜れないだろうな。ジュッチュして欲しくないよ。だよな、あの2個のあれ、うん、あれ多分ジュッチュして終わっちゃうんじゃん。これだよね。オッケー、素晴らしい。おお、ちょっと跳ねたけどいいと思う。弱点左こい。さあ、はい、下が入るか。下入りたいね、 SS で。 SS で、あ、もう反射になっちゃう。そうそうそう、こいつそんなに溜まるまで時間かからんから入ってくれ。もうこの1位俺怖っと思って。トイレ OK。 あー行ってない。うわ、ちょっと残ったな、ちょっと残ったな。1ミリ残すたーよ。この残り方怖いぞ。 OK OK OK、 大丈夫。いやいやいや、大丈夫大丈夫。ハート取れる。おっしゃおっしゃ、ハート取ろう。ハート2個取ろう。横シャッシャで上がっていこう。横シャッシャで上がっていく。あ、でもスピードダウンしてるからね。こう、いやでも怖いか。いや、1回当たればもう間違いなく削るよ。そうだよね、このミリは。2個取りたいけどな、ほんまは。で、遅いから多分炎までいかへんと思う。素晴らしい、いった。ああ、取れんか。まあ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 、いいでしょう。押しろ。ちょっと、ドキドキが止まりませんけれども。いや、これぐらいの緊迫感の方がいいよね。いや、このぐらいの方がいい。よく言うぜ。楽しい。さあ、これはですね、はい、上に残ってください。入りたいけどな。そういうことですね。入れんのかな、これ。薄くいって入れんのか。いや、分からん。入れないんじゃないかな。どうなんだろう、分からん。狭い。で、上に残りたいもんな、うん、あ、いや、で、いや、上にワンパンできたっけな。無理、行ってみれば。多分スピード遅いから出てくることはないと。うんうんうん、まあまあまあ微妙に抜けていった、ね、さあ、これ下にいたらまずいスタイルなんだよな。これじゃあ沖田くん2人やばいってことやね、今。そう、 SS って上がる。あー、そうやね、それはありかもしれない。なんかまだ大丈夫そうだよね。そうそうそう、まだ溜まりそうだよね、この感じ。むしろその方がいいかもしれないね。ちょっと速くなるから、ちょっと角度薄めにして。そう、たけるさんだけやねんな、今ピンチなんだ。
あとはまあ貫通やからなんとか上がれそうやけど。はいはいはい、いいと思う。いいと思うよ。いいと思う。うん。うぃぃ、刺さる。上に行きたい。上に行きたい。スピードダウンしてるのが怖いけど、このあとブロック。そうやな。あ、怖っ。怖いよな、これ。めっちゃそれ怖い。でもこれじゃない。戻ってきそうやねんな、なんか微妙に。だったら、うん、縦で右の方かも。こっち。あの要は端っこだったらそんな食らわないの。ど真ん中が一番超食らうのよ。真下のね。そう。あの縦との間のところ。そう。じゃあここやな。うん。危ないもんな、これめっちゃ賭けやもんな。そう、めっちゃ賭け変に。じゃあここかど真ん中行ったら終了する。山竹あたりに行きたい。うんうん、それでいいと思う。山竹に、あーブロック怖いなこれ。大丈夫か際どいとこやな、まあこうで、とりあえずほら、これブロックいける、止まれ、あ、うんうんまあ、うんうんって感じやな。お兄さんの下やけど、お兄さんの下からどうすっかな。じゃあうん、こういってハートちっちゃいんだけど取ろうか。取ろうか。こうそれがいいと思う。結構これは怖いからな今。戻ってこの辺かな。まあダウンしてるから多分そんなにいかへんと思うけど。オッケー。いいと思う。いいと思う。いいと思う。オッケー。おお。怖え。これだねって言った。いいね。てて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 よかったまだ、まだよかった。はいはいはい。鬼倒したいな。タケル先生か。こっち抜けてこっち与えたいけどな、ね、ハート取っちゃうねんな。でも、ね、でも次下金派になるはずなんだよね。じゃあこっち抜けちゃおうか。うん、抜けないよね。ですよね。あー怖い。あーおー怖っ。あぶれ、なんも言えねえ。とりあえずハート取るよ。うん、しかないよね。で取れる縦勘で、うん、いやいや違う違う違う、こいつは取れないから上のハートね。ヤバダマンのヤバダマンの起きても取りにくいな。みんな遠いねんな俺。くぅー、一匹の起きただけ直線やけど、まあまあでもとりあえず右の鬼倒したかったけどな。オッケー、倒してくれ。オッケー、倒した。オッケー、耐えるんじゃこれで。とりあえずいや多分攻撃来ないから。うん、次だよ。オッケーオッケー。ここで取りたいよな。君が取ってくれたらそっちで行くか下潜るかだよな。下、こ下の方がギャンブルじゃん。いやそうね、確かに確かに。まだこっちの方がさ、そうか、中に入って最悪ちっちゃいハートだけでもってことね。そう。うわ見えるかこれ。俺ヒデ、ヒデ見えないけど、なんちゅう戦いだ。ヒデめっちゃルームとか見えへんけど。はい、いけ。うわちっちゃい方だ。まあまあまあ、大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。オッケー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 、 オッケー。ちっちゃい方か。ちょっと待ってよ、俺も金派を取りに行きたいから左から入った方がいいかな。の方がいいかな。そうやな、そこまだ左寄りやもんな。こう行って潜って、まだその方が可能性はあると思 う、ね、いや行ってくれ、これこれマジで。いや行ってたべ。よし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 、なんとかだな。あーあぶねー。何やこの緊迫感。ほんとそれな。これ上に行きたいね、上からぐるっとしたいけど、で、まあ、でも下に入っちゃったらあまり良くないよな。まあでももう仕方ない。下の4ターンだから、下次4ターンだから、まだまれに倒せばいいけど、うん、まだ来ない。オッケーオッケー、そこにいるんだったら全然オッケー。よしで、スピードは、はいはい、このさ、ダウンしてから倒したくないんだけど本来は。抜けまあでも抜けるしかないよね。抜けれへんかもしれんね、でもまだ。でも横側だったら絶対抜ける。抜けちゃう。マストで抜ける多分。じゃあ上寄りのハートと言いながらもう抜けよう。もういいと思う。抜けるか。もう仕方ないよ。貯めるっていう選択肢、一ターンだけだったらあるんか。そう、一ターンだけ。一ターンだけ貯める？ちょっと待って、怖い怖い。でもさ、無理か。で起きたあたったらもう抜けちゃうよな。ハート取ろうか。うん。そうね。お？お、抜け。ラッキーラッキーラッキー。やったよ。ある意味ラッキー。じゃあ横勘で、うん、で火に重心用に上がります。うん。次が、ね、確か右側に出てくんだよね。そろそろね。で右側に出てくんだけど、また白バックなのよ。マジかよ。あ、右。右側にね。なるほどね。で、うん。どっち？白バックやから。まあ、近づいたらまずい。左側にいた方がいいってことね。そう。とりあえずは。なんだけど、下の4。一旦目。この1だったら届かないんじゃないかな。真横。でとりあえず。うん。A さんも痛いもんな。そう。サンシャイン。とりあえず。うん。オッケーオッケーオッケー。で、俺が入っちゃってんのね、右に。そう。
こいつをちょっと逃がしたいねんけどな、ほんまは。そうね。もうだって、もう絶対逃げれへん。それか、もう真横間で攻める、そいつだけはいて、それか上に上がってくから、そっから。いや、まあどっちみち多分逃げれはしねえよな、これ。ってなったら、まあ攻めてもいいのかな。横間でいいんじゃない、真横間で攻めてみたら。攻めようか。うん、もう無理やもんな、こっち行っても多分。多分、まあ横、横でうっすらだけど、うっすら上で。ただ無理だろうね、だから攻めていいと思うよ、そいつは。こいつは仕方ないか。うん、うん、攻めていいと思う。横間でちょっと残る感じで、うん、で、そこだったらレーザー当たるし、これね。うん、で、山竹だよね、きっと。だから、うん、山竹は真横間でレーザーを倒すのか。そうか、それがいいと思う。でも多分倒せないだろうな、これ。多分残るような気はするけど、うん、倒したらラッキーぐらい。あ、倒したじゃん。倒した。オッケー、素晴らしい。起きたが下がってるな、ちょっと危ないね、上行きたいね。うん、ただブロック邪魔やな。それ、そうね、下から。いやー、下からここで。マジか。山竹一回当たって、こういうこと。あ、山竹一回当たって、ね、ブロックの外に出るってことやろ。ブロックの外に出るっていう。これいけんのっけ、これ。分かる。戻ってきいんか。大丈夫かな。全然分からん。ちょっとでも攻めてみる。うん、それが一番いい気がするんだよな。いけろ。あー、戻っ、やばいんちゃう、これ。ダブレー、ぶんね。ハート取りたいな、これ。じゃあ貫通になるか、反射になるか。反射になって、うん、暴れ て、うん、こういって、で、ハートも取りに行けたらいいなぐらいの。多分さ、耐えへんよな、これ。多分耐えないよね、うん、6800だ、多分厳しい。いや、マジか。いった、よっしゃよっしゃよっしゃ、あと1回か。オッケーオッケーオッケー、いいと思う、いいと思う。オッケーオッケー、いいと思う。悪くない、悪くない。で、山滝さんね、俺が。うん、ヒルさんは下ね。反射員倒したいね。反射員倒してるな、こっちでも。反射員優先でいくよ、優先でいいよ。あ、もう、あ、うん、いいんじゃない。オッケー、いいと思う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 。オッケー、オッケー。で、俺もタケルさんだよね。タケルさんどうしよっか、いづらさんな。あの、火が邪魔やな、あそこの。なあ、下に回りたいけどな、ほんまは。うん、山竹の下に回る。ハート取りに行くか。取りに行ってもいいような気がするよ、確かに。金浜まで帰れるんかな、2万2000やったら。いやー、わからんな。できれば山竹に当たりたいんだけどね、一番いいのは。そう、弱点も近いし。ちょっと待ってな。いや、これ悩みどこやな。時間も30秒しかないし。起きた 1P。 いや、これは起きた 1P か。うん、うん、まあちょっと攻めるわ。じゃあ右から行こう。そうね、そうね、回って下に行ってください。行った行った、けど取ってない、触ってない、触ってない、触ってくれ、触らない。まあ、ただ今 2P がすげえいい位置だから、横間でジャキジャキって言ってもらって倒し引けるかな。引けると思うよ。下の山竹は当たらへん。当たらなくてもいい。オッケー、じゃあ横間でジャキジャキでブロックとの間で倒しきれなくても次起きたらしい。痛い。おっしゃおっしゃおっしゃ、いい位置、いい位置。オッケーオッケー。いい判断やったね。うん、いい判断、素晴らしい。21分経っております。21分、死闘が続いております。やばい。さあラストかな。さあラストです。ここで本気を出そう。さあ、ね、これまた下降りとかなかったの。いや、最初は大丈夫。ね、これこの場合、うん、アシュラの一番めんどくさいのがラスゲだけどっちもあんのよ。マジか。お、いや、覚えてないだろうけど。全然覚えてへんよ。あの、そんなあったっけ。ただ最初の4ターンで、うん、あの、なんていうの、ショットガンが出てくるから。あー、やばいやつや。最初は上に行きたいのよね。あ、そういうことね。そう、ショットガンを避けると。そう、本当は山竹に当たりたいんだけど。当たれんちゃう、無理。下反射の無理か。怖くね、下戻ってきそうじゃね。そう、戻ってきたらやばいな。あー、でもまあ、でも攻めるべきなんだよな。そう、多分そっちで。まあでも下怖いな。で、いけそうな気もしなくはないねんな。おっ、いやー、まあそこなら、まあそこならギリ、まあダウンしたよね。うん、いや、山竹さんこれ、山竹さんこれちょっといっちゃんやばいやつやな。いっちゃん嫌なとこやな、これ。
SS 打ったところでやな、これ多分。こうか。そうね、真下にいればまだ。まだしも、この下倒したよな、じゃあ。うん。入って。ハートも出ねえしな。オッケー！とりあえずは。で、こいつは、うん、ここにいよう。そう、ね。上に行こう。まずは、とりあえず。いや、位置取り怖っ、これ。大丈夫かな？ 4 万5000しかないのに。はい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 。いいと思う。で、起きたも上に上がるから。そうだね。左から上行くか。うん。で、山竹丸当たって、弱点通って。これで。これ大丈夫だな。これなんとか。オッケーオッケー。地味、オッケーオッケー。地味に痛いけど。はいはいはい。ハート取りたくはないよね。まだ取りたくはないな。まだ多分。真横？次が、そうだね、あの、白爆のはずなんだよ。じゃあ上にいたのか。左下のが、そう。倒したいな、じゃあこいつ。ほんまは。下か。とりあえずスピード下がってっから。うん。山竹さん、こっち打ってくれるかな？多分打つ。あ、素晴らしい。惜しい、うん。で、俺が倒したいな。ほんまは。いやー。結構人。本当は SS 打ちたいんだけど、その距離だからね。優先度は上？下？いやー、どっちもどっちぐらいか。そうだね、白爆が次来ちゃうから、うん、一回そいつはそこでステイしよっか。下にとりあえずザコは倒すみたいな感じでしょうか。じゃあ横勘で。で、ただ、あー、そうか、もう難しい。ただどうした？即死が来るっちゃ来るのよ。8単語にね。うん、8単語とあと13単語だから、右の8か、ね、右の8になっちゃうな、うん。じゃあ上、いやでも攻めた方がいいんだ。そこだね、とりあえず。いいの？うん、まだ白爆食らえないから、とりあえず下じゃあ、まずは。でもこの2体を攻めに行くかな、うん、SS って。そうね、とりあえずもうそれしかないもんね、今は。感じかな、うん。で、次の起きたでハート取りに行くと。 OKOK。 いや、結構ギリギリの戦いやけどね。ターン足りるかな。そう、そこなんだよね。結構いけ。なるほど。戻れ戻れ。もう行けと。あと1回。うん。なるほどね。なるほど。で、金ハト入れに行くよ。うん。反射になってもいいかもね。もしかしたら。反射だったらいかへんっていう可能性あるで。金ハまで。ない。ああ、そっか。でもまあ、上、さっき反射上感化する？スピードダウンが来るはずなんだよ。上反射感化するか、それか。いや、反射感化。いやはなる。次スピードダウンしようから SS の威力が格段に落ちるんだよね。じゃあ打つか。で、あとは2ターンか。そう、打って暴れる意味でいったもんね。こっちもちょっと一応狙うで。そうそうそう、ハートを狙ってでいくよ、じゃあ。うん、それでいいと思う。金は取らへんという可能性もあるけど。あっ、取った取った。オッケーオッケー。よし、いいよ、全然いいよ、全然いいよ。ナイス判断、ナイス判断。これもナイス判断で、上か。まあ、ダメージ来るけど大丈夫なはず。うん、よし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 、取ったからね、キーハン。いいぞ、いいぞ、次がスピードダウンくんだよね。上の山だけ当たりたいな。そうなんだよね。いけんじゃん、これ。どうやっていくかな。下に当たっても多分、山だけは攻撃してくれると思うんだよ。下から回った、無理かな、厳しいかな。この角度がさ、怪しいよね。それで右上に抜けてたら最高。いくよ。いける？いけたけど、ちょっと違うか。山田マン、こう、SS だ。打つよ。打ちますよ。SS だ。それは打ちます。うん、打って、2体山竹当てたいような。2体じゃん。山竹1体当てたよね。そう。左から抜けて。そうね、そうね。いけるかな、あいつ。スピードダウンはしてるけども。角度的に。お願い、山竹に。竹野さん、打った。当たった。いいんじゃない？まだいける。いいんじゃない？いいんじゃない？オッケーオッケー。悪くないんちゃう？悪くない、悪くない。これ、下かな？下弱点感覚だね。そうだね、いったんちゃう、いったんちゃう。まだこれでは多分いけへんけどね。スピクリアでこれでいったら、いや、スピードダウンやな。オッケーオッケーオッケー、いけるべ。オッケーオッケーオッケー、ヤマダマン立てかんや、立てかんや。勝ちました、勝ちました。てかこれでいかないと負ける。てかタケルさん当たったら勝ちます、これ絶対。タケルさん当たればタケルさん当たって勝つよ。うん、頼む頼む、マジで頼む、勝つよ。うん、勝て、よし、一発。はい、落ちろ。あざっ、あっしゃ、
完璧や、完璧や、ヤママン。いや、よかった。めっちゃ忘れてる。俺めっちゃ忘れてる、アシュラめっちゃ忘れてるわ。いや、勝ったわ。いや、タケル先生ありがとうございます。やばい。で、これあれやもんな、ゴエモン2で行ったから絶対もらえるもん。ああ、しかも落ちた。しかも落ちた。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いやー、ぶねー、来たよこれさ。みんな今絶対楽しいんだけど、これみんなこれで行ってみ、うん、マジこうなる。いや、楽しい。楽しいね。楽しい、これめっちゃ楽しいわ。もうやばいわ。あー、見ましょう。いや、見よう見よう見よう。すごい。これで違うやつ落ちるとかないよな。よっしゃ。ありがとうございます。いや、アシュラゲットもでかい。これでアシュラ使えるよ。いや、嬉しい。見て見て見て。えクリアタイム20分かかる。1回の戦い27分。そんなかかんないよね。かかるわ。8分とかで終わる。そう。じゃあ友情で解けるからな、本来は。あ、いや、ありがとうございます。よかったよかったよかった。いや、でも一発クリアですね。めっちゃ嬉しいな。いや、素晴らしい。はい、はい、ということで、無事アシュラもクリアできました。はい、これからね、2周目もどんどん取っていきたいと思いますし、うん、あのつくゼロみたいなね、はいはいはい、スケジュールあったら取ったりすることもあるんで、うん、はい、今後もぜひぜひ応援よろしくお願いします。はい、ということで本日はここまででございます。高評価、コメント、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。アシュラ取ったら何いけんの。アシュラ、マインスイーパーとジュープだと何でもいけるよ。やった。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。GM コイン。